大陸圏埼玉から海の未来を見つめる海と日本プロジェクト in 埼玉県。埼玉が誇る日本一の一つ、それが川幅日本一です。荒川の普段の川幅は数十メートルですが、国土交通省は河川敷を含めた堤防の間を川幅と定めており、鴻巣市と吉見町間を流れる荒川の川幅は2537メートルもあり、日本で最も長いのです。スカイツリー634メートル、富士山3776メートルですから、その川幅の長さが分かりますよね。そして川幅日本一は周辺地域の活性化にも役立っています。こちらは鴻巣市の名物となっている川幅うどん。平成21年に幅およそ8センチの幅広うどん鴻巣川幅うどんが誕生して以来、川幅うどんの提供店が増えると同時に、うどん以外のグルメも続々と誕生しています。こちらは川幅海鮮丼。さらには川幅バーグまで、さまざまな鴻巣川幅グルメが展開されているんです。埼玉県は利根川や荒川を抱え、県土に占める河川面積が 3.9% で全国2位を誇ります。海と日本プロジェクト in 埼玉県では、我が町の川自慢、海自慢を今後も取材していきます。川の国埼玉から未来の海について考えよう。海と日本。